はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、ホッピーを、焼酎以外で割って飲んでみましょうという企画です。まあ、本来は、ホッピーはね、焼酎で割るのが一般的ですが、こちらに、書いてあるんですが、焼酎だけでなく、ジン、ウォッカ、梅酒などでもお楽しみいただけますと書いてあります。ので、とりあえずね、ここに書いてある通り、ジンとウォッカと梅酒で、今回はね、割って飲んでみたいと。どんな感じか。ね。いうことで、試しに、飲んでみましょう。ジン。ジン。それじゃあまず最初、ジンからね。なんかね、このような企画がね、なんだっけな、タモリクラブっていうテレビ番組があるみたいなんですが、それでも、用粒にあったんで見たんですけど、それでもね、この企画をね、まあ、テレビ番組でやってると、いう、ことが、まあ見たんですが、という感じでした。まあとりあえずジンを 10ml 入れて、ホッピーを、どんぐらい入れようか。まあ適当に入れて、見ましょう。ね。そじゃあ乾杯、いただきます。あ、案外美味しい。あ、案外いけるな。なんか、柑橘系のよくあるっていうか、なんだ、ビールでなんかちょっと柑橘系のする味がするやつあるでしょ。あれに似てるね。ただちょっとそれに比べると、柑橘系の味も弱い。上になんかビールの苦さも弱いですね。まずくはないですけど。まあってとこか。もうちょっとね、この今のビーフィーターじゃなくて、ボンベイとかで使うと、まだ、ちょっと変わったかもしれない。はい、2個目。2回目、スカイウォッカ。で、ウォッカ割りということで、ね、ウォッカ割りしてみましょう。まあ、スカイウォッカ俺一番、ウォッカの中で、一番好きなんで、ね。おかわり。いや、でもこのおかわりはなんとかいけるんじゃないか。案外。入れるよ、間違えた方がいいか。ウォッカは癖がないから、いけそうな気がするんだけど。いただきまーす。
なんだろう。ほとんど、ウォッカの味がしない。いや、逆にいいことかもしれないですけどね。俺は。ほぼホッピーな味しかしませんね。うん。ほぼしないね。あ、これはこれでありなんじゃないですか。うん。焼酎で割るとやっぱり若干焼酎の味が出るんですけど、これはウォッカで割ってみると全然ウォッカの味が出てこないですね。うん。ほのかにあるような香りが、ウォッカの香りっていうんですかね。それが若干ある感じ。で、じゃあ最後に、梅酒。まだこれ残ってるよ。長屋の梅酒のスペシャル。まだを。まだこれあれだよ。あるよ。これ 1.6 リッターだからね。まあ、これはあれだろう。結構入れた方がいいだろう。1対1ぐらいで割った方がいい。たぶん。1対1ぐらいで割ったら、案外。うまいかもしれない。まあ、度数が度数ですからね。で、乾杯。うわ。うわ、甘っ。これ全然ホッピーの味しないぞ。これ全然しない。多分、1対2ぐらいの方が良かったね、これ。梅酒の味が強すぎて、ホッピーで割ったのか、炭酸水で割ったのか、多分変わんない。炭酸水で割ったのと多分変わんないのかね。ほぼわからん。なんじゃこれ。かといってこれあれだろう。今度少なすぎると多分6でもない、度数的な意味で言うと6でもなくなるんだよね。だってこれ度数が14度だからさ、まあ、ちょっと3対1ぐらいで割ってみますか。いや、1対2か。1対2ぐらいで割ってみます。ああ。うん、それなりにおいしいというか。うん。ホッピーの味がするね。微妙だな。微妙。なんか、
梅酒が若干苦くなったような感じだけど、あんまよろしくないですね。ね、あの、ホッピーの、でね、あの、ホッピー、焼酎以外とかでググるとね、出てくるサイトにあるんですが、おすすめがなんか、あれらしいですね。ズブロッカ。ズブロッカで、割るとっていうか、ズブロッカ割り。いや、ズブロッカを、あの、ホッピーで割るとうまいと。うん。で、あと、タモリクラブ、テレビのタモリクラブで言う。それで、のおすすめが、なんか、レモンチュッロっていうか、リモンチュッロだったかな。レモンチュッロってやつ。レモンのね、お酒らしいんですけど、俺初めて聞いたんだけどね。それで割ると非常に美味しいと。そのレモンチュッロってやつは、度数が30度のお酒なんで。まあ、これは基本的にあれだね。うん。ジンで割ったのが今日飲んだんだと一番美味しかったな。うん。逆にちょっと一番微妙だったの、梅酒がちょっと微妙だったな。うん。で、ちょっと最後に、はい、ウイスキーでも割ってみるか。ウイスキーで割ると結構美味しいっていう。その、なんかズブロッカのとこのサイトが、まあ、ハイニッカで割りますのところのサイトでは、美味しい。ね。いう話なんで。まあ、ちょこっとウイスキーで割ってみましょう。まあ、ウイスキーもホッピーもね、両方まあ、麦ですから。乾杯。まあ。なんか微妙。なんかちょっと飲みにくくなったね。ウイスキーがなんか。普通ウイスキーってほらハイボールとかにするとに炭酸で割るけど、ホッピーで割るとなんか苦味が増えて、それでなんか飲みにくくなってるね。で、なんか変な香りもなんか、ウイスキーの香りがなんか、悪い方向に、なんかなっちゃってる感じがするな。これはあんまよろしくない。うん。まあこれは、まあジンだな。でもジンでも微妙だな。今回飲んだの全部微妙だぞ、これ。ジン、ウォッカ、梅酒。ウイスキーで飲みましたけど、全部微妙だったな。なんか、まあ、ジンが一番まあ割と、良かったけど、あれもちょっと薄いしな。
まあ、人四つ星。人とウォッカ四つ星。梅酒三つ星。ウイスキー三つ星ってとこか。まあ、微妙ですね。あんまり当たりがなかった。あ、ということでご視聴ありがとうございました。